で近くできてますからベイスターズもね。そうなんですね。ですから応援の戦いの先頭バッターはポイントになります。このあと1番の石井が登場してきます。ヒットにベイスターズを抑えています。横浜とすると、やはりあのこの桑田を打つためには何としても球数をどんどん増やさせるということが必要ですよね。はい、やはりあの今年見ていると、球自体は戻ってきてね。ご覧のようにちょうど60球という桑田、まあ、桑田の野球の美学というのは先ほども紹介しましたとにかく勝ってますね。ある意味野球選手はやめろ的なこと、形できないんですもんね。はい、フォアボールです。ただここでその自分の予定なしですか。そうですね、これに穴を開けてドリルで、そうです。それをやったのは一昨年の10月10日ですか。そういう手術というかねして、1年でいなきゃ、そうなんですか。すごいですね。これはしかしあの、今語りさんになりましたが、ジャイアンツが練習使います。ジャイアンツ球場に桑田の肘です。この桑田の体なんです。ですから桑田はピッチャーとしてマウンドに上がるときに肘を直すものは当然なんですが、それ以外のこの体のパーツをもう落とさないようにそのリハビリタリ、一遍に出すのではなくて少しずつ出してくれる作用があるというのを彼は知っていて、で3時間ぐらい桑田同士と話をしたことがあったんですが、まあ、ちょっとお茶でもとか、コーヒーでもなりますよね。ところが水以外は一切口にしない。そうですか。そういったことを知ってるんだ。記念に、奥さんと桑田同士と、まあ、2人の生まれた年にできたワインを買ってあったそうですが、オールスターに出られたということで、それを開けて祝杯を挙げたという話を聞きまして、ヤクルトが阪神を下しましたが今日も阪神がリードしています。5回終わって2対1阪神1点リード。ピッチャーは伊藤という船、名古屋ドームは中日が1点リード。ピッチャーは大野と山本雅です。福岡ドームは西武が6点をリードしてますね。マルチネスに28号が出ております。石井がなかなか好投しています。すでに大栄先発の工藤はナックアウトです。それから東京ドームではオリックスがこちらは5点リード。藤井が1回の表に15号スリーランホームラン。もうちょっと有田さん、オリックスとしてもね、もたもたしてるわけにいきませんからね。その通りです、もう横浜と同じじゃないですか。そうですね、もう1回は負けられないといったところでしょうね。神戸決戦で西武が非常に素晴らしい西口のリリーフがありましてオリックスに、まあ、勝ち越しております。それからロッテ近鉄は5対1と金今日の春はセカンドゴロと三塁フライ、まあ、また打率が2割9分9厘。これは相藤さんやっぱり3割は是が非と持ちたいですもんね。その通りですね。これだけ優勝争いをしてですね、3割を打つのと2割9分9厘で終わるのと全然違いますからね。それとも非常に性格が明るい春、そして石井はこう自分の仕事を黙々とやるタイプですね。そうですよね。この1、2番はなかなかいいコンビですよ。良かったり悪かったりだなと。やはり心配の球数がちょっと多いなと。でこれからは攻めていってほしい。そうすれば球数も少なくなってくるし相手のボール球を振ってくれるということを言ってますね。完投に関してはすぐコーチがちょっと言ってくれたんですが、やっぱり球数は、まあ、先日のベースター戦で、まあ、8回ですかね、投げて、まあ、自分の気持ちの上ではもうあれはもう、全うしたと。ある意味では完投に近い満足感があったということを桑田言ってました。ランナースタート、三振、盗塁は成功です。少し盗塁を見せますね。このカーブです。ですからフォークというこだわりは今のところないですね。ないですよね。今日もこの村田義則が、桑田をリードしています。まあ、東京ドームで初めて、まあ、先発のマスクをかぶったときに、まあ、エースの斉藤と組んだんですが、あれ投げ終わった後試合が終わってから斉藤の方からまた悪かったなと、いやもうこちらも大変いい勉強させていただきましたと村田言ってね、で自分のこう用具をその大きなバッグにしまい込んでましたが、まあ、こういうことでキャッチャーが覚えていくんでしょうね、いろいろ。そうですね。でも最初はが終わったぐらいで少しね血の気が画面に出てきましたね。
でもみんな最初そうですもんね。最初そうでしょうね。さあベイスターズは5回の裏、得点圏にランナーを置いて鈴木です。この間のポスね、ええ、もう電話の線は抜いちゃうし、携帯電話はスイッチオフるし、本当に悔しい思いでしたと。ですから今日もしかしていびきが出てきたらもう絶対打ちますからできましたね。あ、そうですか、そういう気持ちはやはり自分を進歩させますよね。ノーツーです桑田。今日は三塁打を一本打っている鈴木。去年も1回あったんだそうですね、悔しい気持ちが。中日の門倉に4打数ノーヒットと抑えられた時にですね、本当に眠れないぐらい悔しかったんですと。その鈴木です。うわ、このまま行くんじゃないでしょうかね。そうですね、ただ一時の勢いだけでこう打ってるバッターじゃないですから、ただしっかりポイントなんかもしっかりしてますしね、松下さん、とかそういう風にして取らせてもらったら自分の自信になりません、最後の1打席まで僕は立ってそして取りたいんだとか、そういう風に話していました。そうですか。ベイスターズのリポートは TBS の香川恵美子アナウンサーが担当しています。まあ、ベイスターズ、まあ、太陽で、古くもですね、日本人選手で首位打者となると、あの長崎さんね、はい、最後阪神タイガースで日本シリーズで82年が長崎、そして90年はパーチュレック。長崎さんは今新橋で焼肉レストランを経営なさってますが、その長崎さん以来という日本人首位打者、できれば打率も3割5分1厘の上行きたいですね。そうですね、はい、あっと外れました。今のもバッターからすると本当にスカウリングポジションにおいて打っていきたいケースなんですが、はい、あれが止まりますよね。そうですね、さすがにマスコミとかファンに騒がれて、優勝争いの時に、やっぱり疲れが出ましてね、はい、やっぱりちょっと下半身が安定できなかったということでバッティングを少し狂わしたんですが、もう大丈夫ですと。さあこちらのローズも当たりが出てまいりました。9月のアベレージは2割7分9厘ですが、今日もヒットを打って目下のところ6試合連続ヒット、過去5試合は3割5分20打数の7安打。外国人という形で言えばね、はい、大体真ん中から言うと強力はですね、まあ、これが第1打席のヒットです、はい、レフトスタンドという形で打つことが多いですよね、このローズの場合は何もこのピッチャー返しと言いますかね、このピッチャー返しの気持ちがですね、はい、それだけ このバッティングの成績を残してるんじゃないかなという気がしますね。ですから右バッターであればセカンドの頭、左バッターでいればショートの頭という気持ちがその打席に立ったところにあれば、そんなにポイント的には狂わないし、自分のバッティングのフォームだって狂わないでしょうね、はい。今日4番ローズ2打点。さあ今の桑田ですけどね、ちょっとストレートが森山さん2つほど外に引っかかって、はい、それでカーブがちょっと真ん中に来ましたね。そうなんですね、桑田にしては珍しい3球でしたよね、これも甘い真ん中の変化球ですよね、はい、そこをすかさずローズが取りました。あれもよく追いしがったんですが、人工芝の上レフト前に転がって4対2、なお2アウトながら2塁1塁。さあ広島では大活躍を演じてこの地元に戻ってきました駒田のバッターボックス。これ今球数が松下さん出てましたが、やはり他のチームのいろんな桑田対策というのは今年80球をまず超えさせると、そこから甘い球が増えてくるという意識があると思うんで、はい、やはり前半戦今日球数多くなってますよね。そうですね、それはちょっと横浜にとってはいい攻め方ができているのかもしれないですね。桑田は1回こそ16球だったんですが、2回の裏に25球を追加とセカンドフライ。しかし持ったところ4試合連続ヒット中、17打数で3割5分3厘、ホームランの3本打っています。
ややバットが折れたような。ここからは雪印乳業と